こんにちは。今回はビリヤードがある家のルームツアーをしたいと思います。こちらが1階の間取り。まずは玄関から見ていきましょう。かわいい照明の横に土間収納があります。独身だとこのスペースはかなり持て余します。反対側にも靴箱がありますが、マスクのストックしか入ってません。笑い。では部屋へ入っていきましょう。玄関から入ってすぐビリヤードテーブルが置いてあります。本来なら LDK のリビングダイニングの部分ですね。ほぼ毎日ここで練習してます。部屋の奥には作業スペースです。ビリヤード用品のメンテナンスでよく使ってます。隣に収納もありますが、中波見せられたもんじゃないです。ここはビリヤードグッズ置き場です。 YouTube を始めてからいろんなものが増えました。本当ありがたいです。キッチンカウンター配信とかはここにいつも座ってます。次はキッチン。ここで僕のモザイク技術で排水口は隠しますね。笑い。独身男性の冷蔵庫の中身って基本的にみんな同じですよね。調味料と飲み物しかありません。笑い。まあ僕はお酒飲まないので、まだ見せれるレベルですね。左側の扉は冷凍庫。冷凍餃子が好きすぎてストックしてます。自炊は土日しかしないので、都度買いに行くスタイルです。一人暮らしあるある、捨てられない缶たち。次はクローゼット。どうも、服は質より量タイプです。1ヶ月くらいは休みの日で被らない服を着たいと思ってます。掃除が苦手な人はロボット掃除機おすすめです。家を建ててから買いましたが、ほんと助かってます。次は洗面所、脱衣所。意外と映画畳んで買ってますね。ドラム式に全部放り込んで乾燥までしてくれるの、めっちゃ楽。横にはトイレ。カフェみたいな感じで個人的にお気に入りスペース。でも掃除が面倒なので、ここの手洗いは使いません。笑い。洗面所は脱衣所の外にあります。娘が風呂入ってると洗面所使えない問題あるじゃないですか。まあ娘どころか嫁もいないんですけどね。一応回遊動線ってやつですね。ぐるっと回れます。ほんと立ててよかったなとしみじみ思います。まあもう10年ほど一人暮らししているので慣れたもんです。では2階へ行きましょうか。
階段も照明が一番高かったです。笑い。でも一番気に入ってます。2階の間取りがこちら。1階のビリヤード部屋の関係で2部屋しかありません。1階が25坪、2階が11坪くらいだったと思います。トータル36坪。では廊下から見ていきます。2階にも洗面台があります。加湿器とかの水汲みに便利です。2階のトイレは少し明るめに。照明も一つずつ違うものを使ってます。では一つ目の部屋に行きましょう。ここは現在リビングとして使ってます。寝れるくらいのソファーがありますが、未だに誰も止めてません。笑い。ちっちゃい冷蔵庫も完備。やっぱ寝起きに飲み物欲しいですよね。では隣の部屋へ。これが僕の寝室です。 YouTube の編集は基本的に寝ながらやってます。どうでしたか？この家に一人で住んでますが、すでに空きスペースがありません。何か質問等あれば気軽にコメントしてください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。